ザ。こんにちは、さゆたかさん、はい、今現在9月11日現在トップを走るのが僅差ではありますけれども、はい、ジャイアンツです。ここに来て首位に立ちました、まあ、はい、まあやっぱベテランというか、まあ、菅野の投球、まあ、小林とのバッテリー、はい、やっぱ味があるなぁ、出せないなぁ。でそこに必ず花を添えるのがベテランの坂本選手。あ、先制ホームラン打ったしなぁ、この前の試合でなぁ。でその前になると今度菅野投手と坂本選手が同じお立ち台というか、うん、になって、こうベテランがなんかいぶし銀じゃないですけど、そうだなぁ、支え合ってるよなぁ。ですよね。なのでここからは、まあ、坂本選手どういうふうに起用していくのか、優勝のキーになるプラスアルファ、例えば先発ローテーション崩しているので、今そういったところも含めてちょっと巨人の戦い方を見ていきたいんですけれども、まずは投手陣、戸郷投手そして菅野投手が、まあ、中4とか中5ということで回っていくということなんですけれども、これはもう相性とか回数を回していく、まあ単純にはそうだよね、うん、まあ、それと相性もあるだろうし、はい、やっぱポイントなる試合っていうのはこう並べて、いやここポイントになるなって言ったところに、まあそういういいピッチャーを差し込んでいくというね、はい、まあ、そういう作業には入ってるよね。そうですよね。だからまあマラソンで言えば42キロ、うん、どっからスパートをかけていくか、はい、巨人がいち早くスパートを切り出したんで、はい、まあ他のチームもじゃあどうしていくのかね、うん、まあそういうことになってくるかもわかんないけども、はい、まあ巨人の方の読みとすれば、うん、やっぱ早くスタートを切った方が、はい、よりスパートをかけた方がいいっていうふうに、うん、まあ、思ってるんだろうな。そうですよね、まあ、先発時そうなんですけど、第6の先発ピッチャーが今見当たらない中で、はい、まあ、ローテーションを崩しながらなんですけれども、これどうなんですか、第6の先発ピッチャーっていうのは、まあ、メンデスが溶けてしまったので、まあ、そうだな、はい、お前のこけ方したからな、いや、そうですね、何しに上がってきたんだっていうぐらいのこけ方やったから、はい、ただ横川、はい、なんかすごく安定して投げてくれてるしな、うん、はい、まあ、後ろの方でいるかって言ったら高梨いるし、うん、船場様、あとバルトナードが左でいるし、はい、いやだから横川を、うん、左で、うん、まあ、前に持っていっても面白いのかなっていうふうには思うけどね、うん、まあ、安倍監督が就任当初、はい、うん、先発ができるピッチャーでも、はい、1回上に上げて中で投げさせて、うん、はい、それで調子良かったら先発に戻すとかいう話もあった通りに、はい、横川はその資格は得たと思うんだよね。もうそうですね、もう落ち着いてるしな、うんうんうん、だから井上春と横川、はい、まあ、この2人が加わってくれれば収まるのかなって、ダメだったら赤星が両方ともいけるみたいな、そうです、ね、3バットいてくれれば。確かに、だから横川海投手を、まあ、第6の先発に置いておいて、はい、例えば、まあ、5回とか4回までいけたら、その後例えば赤星選手が2イニングとか、まあ、そうだな、そういうこともできますもんね。で2人ともその、もちろん赤星選手は、まあ、先発経験今年ありますし、横川投手も先発経験あるので、どっちもいけるっていうのはここに来て強みというか、なんですかね。まあ、強みまでの投手かどうかっていうと便利な投手だよね。いやだからその便利さがすごく機能すれば良かったなっていうことになるし、だからまだまだそのね、先発を勝ち取ったとかそういう話ではなくて、やっぱチャンスをもらえるんじゃないかなっていうような話でね。そうですね、まあ、ここら辺で頑張れると貴重な選手になると思う。そうですよね。でやっぱりこの戸郷投手と菅野投手を中4に選んだっていうのは、この2投手がやっぱり今シーズン一番いいからっていう、まあいいのとやっぱタフだっていうことだよね。うん、それとお互い旧エースと現エースと、はい、そのエースに託したというね、はい、まあ、そういうところはあるだろうね。で、まあ、菅野投手はここ数年はやっぱりなかなか勝ち星なかったりとかだったんですけど、今年がこう大車輪の活躍ですごいな、はい、投げ出したらな、素晴らしいな、ここ数年で一番いいピッチングしてると思うんですけれども、まあ、そんな中10日のカープ戦では57球で交代して、その交代の時にちょっと相手ピッチャーの森下投手も、えもうえここで代打に秋広選手みたいな感じでびっくりはしてたんですけれども、まあ球数その中4中5でいくっていうことも踏まえて、プラスなんかちょっと熱中症だったみたいなんですけれども、なんかそういう、まあそうだな、うん、でも、まあ、例えば57球、うん、まあ、ほとんどのストレスを感じないで、はい、まあ、もちろんゲーム前っていうのはね、うん、首位攻防戦というストレスを抱えたものの、はい、まあ、投げ出して1安打、うん、57球ほとんどストレスなく投げ終えたと
んで、まあ、代打使われた秋広がタイムリー打ってくれたと、はい、いうことから考えるともうなんていうの100点満点に近い交代でもあったし、うん、それはね長く投げてくれる方がいいけども次のこと、うん、先のことを考えたら、はい、あこれで勝ってよかったっていうことだよね。そうですよね、確かに。で次の登板も、まあ、疲れがないって言ったら嘘になると思うけども、はい、より軽く済んだという、うん、はい、だからこれはすごかったな。57球で変えたって、はい、で明宏が打ってくれたっていう、はい、点差広げてくれたっていうのが、うん、だからすごくいい系統にはなったと思うけどね。そうですよね、まあ、その菅野投手はおそらく日曜日の中日ドラゴンズ戦に、はい、中4日で先発ということで、はい、で一方の戸郷投手は木曜日に松田で先発してからここはちょっとあの変則的に火曜日が休みになるので中5で、18日のベイスターズ戦、はい、水曜日のここに当たるのではないかというふうに見てるんですけれども、ここから戸郷投手は9月は中4、中5でずっと行くんですかね。菅野投手は1回だけ中4であとは中6とか開けていくのか。戸郷、まあ、は多分行くと思う。そのまま中4、中5で、うん、というのはこの前中4で投げたけども、はい、素晴らしかったもんね、うん、変な力みが取れて、はい、なんかこう要所要所でパッと力を入れるだけで、うん、非常にいい脱力感があったというかね、はい、まあ、そんな感じで投げてたんで、はい、期待はできる。中4でも中5でも、でも大丈夫で、菅野投手も1回おそらく中4やってあとはもうあの通常のローテーションに行くんじゃないかという予想してるんですけれども、うん、この次の中4日曜日の中日戦も、まあ、57球で降りてるので大丈夫。まあそうだな、まあ、球数から言うとな、うん、まあ、すごく理想的な球数っていうか、はい、それで降りれてるから、うん、それは良かったよな。そうですよね。ただし全く疲れが残ってないかって言ったら、うん、そうでもないだろうしね、また調整の仕方もやっぱ変えていかなきゃいけないし、うん、だからその難しさはあったとしても、うん、まあ、菅野みたいなベテランであれば、うん、ちゃんと乗り越えてくれるかなっていうような、うん、まあ、期待感しかないけどね。そうですね。あと他の先発ピッチャーなんですけれども、ここからはもしかすると変則的に相性のいいチームのところで当ててくるっていうのはありますよね。例えば山崎伊織投手だと、中日とベイスターズ、そして阪神には相性が非常にいいんです。一方でカープ戦はちょっと苦にしていると。まあ、そうだな、まあ、カープ戦2試合で6失点6失点ぐらいしたのかな、うん、まあ、それが響いてるんだとは思うけどもね、はい、まあ、でも無理してここまで来て、うん、投げなくていいところに投げなくていいよ、うん、やっぱ相性考えた方がいいと。なるほど。となると13日の金曜日がもしかすると山崎伊織投手が先発となると、はい、その次のローテーションでいくと20日、1週間後の20日のカープ戦に伊織投手というのが当てはまってくるんですけど、ここもしかすると避ける可能性は、いや、ずらす可能性は、ね、あるかもしれないと。で一方グリフィン投手ベイスターズに非常に相性がいい、はい、一方で阪神戦が防御率が悪いというところで、阪神戦は今シーズン、まあ、残り2試合しかないので、もうもしかすると22の日曜、23の月曜はグリフィン投手ではないというところで行く可能性っていうのはありますか。まあ、あるよな。うん、だからここからのローテーションっていうのはまあ難しいよ。うん、やっぱりみんなどこも相性を考えたりだとか、はい、いろいろ崩してくるケースがあるから、うん、だから広島は逆に言えば日程が詰まってて崩しようがないというかね、うん、もう現状守っていくしかないとか、はい、だから崩せるところはまだいいよ。あ、で余裕ありますね。そうそうそう、そうですよ、ね、そうそう、だからジャイアンツなんていうのは崩せる分だけチャンスがあるね、そうですね、まあ、そういうふうに捉えてるけどね、うん、まあ、そんな中であと坂本選手の起用の仕方なんですけれども、はい、10日火曜日のカープ戦ではスタメン出場、ただ打順が2番サードというところで、まあ、先頭で、1打席目はホームラン打ちましたけれども、ここからはどういった起用法になってくるんですか。まあ、できるだけ使いたいよね、まあ、守備も安定してるしさ、うん、右も左も関係なく打てるのあったらしい、やっぱ安定的には使いたいよね。そのまあ打率が本来の打率ではないですけれども、やっぱりいやもうここ勝負どころって、うん、やっぱベテランって心得てるし、うん、それはやっぱり坂本クラスだったらこの勝負どころをダメっていうことは多分ないと思うよ、うん、ここのためにやってきたっていうところに来てるわけだから、はい、だからそれは力を発揮してくれると思う。
残り1試合全部スタメンってことはいやいや、まあスタメンをしたいところだろうけども、うん、まあ例えば広島が終わって移動ゲームがあれば、うん、その日はちょっと考えるとか、はい、まあそういうことはするだろうけども、うん、まあ気持ちの中ではほぼ全部使いたいっていうね、うん、残り試合は、はい、そういうつもりでいると思う。うん、あとじゃあスタメンで出るとなるとサードが坂本選手だとファーストが必然的に岡本選手になるになればいいけどな、うん、ってなると大城選手はキャッチャーもしくはベンチスタートってことに、いやファースト行くかもで岡本選手をレフトでモンテスはだから誰か外すかも、まあ、モンテスも打ってくれてるので、まあ、そうだね、だから難しいんだよ ね、 難しいですよね。でもね俺思うけどやっぱ岡本はもうじっくりね、ファーストだったらファースト、サードだったらサード、うん、でも坂本使うんだったらもうファースト、うん、それで使った方がいいと思うよ。変えない方がいいと思う、うん、だから最近岡本の状態の悪さっていうのは、はい、やっぱそういうところから出てきてるのかなっていう、守備がそうそうそうっていうことですよね。森内こっち向いて喋ってるでしょ、うん、向こう向いて喋ってる、うん、喋ってる、あのね、ちょっと調子が変ですそうだろいやそのぐらいのそのぐらいそのぐらいの角度の違いがある岡本にとってファーストとサード、サードっていうのはあ反対向いてる感じがするんだよ野球に対して。そうなんですね。いやだから俺は固定をしてあげた方が、うん、4番でどっちみち頼りになるのは岡本だから、はい、そしたら岡本をそのもうここまで来たんだったらあんまり変えない方がいいポジションを、うんうん、もうこうファーストだったらファーストお前固定で使うと、はい、サードは坂本が外れた時には、うん、門脇を入れて、うん、ショートに誰か持っていくとか、まあ、モンテスでもいいですし、モンテスでもいいし、うん、いやだからもうそういうような使い方をした方が、うん、岡本の状態が上がってくると思う。なるほどそうか、うん、もうとにかくじゃあもうファースト固定でこう残り試合全部いくぐらいの感じ。そう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 、あやっぱその今ねなかなか状態がチャンスでも上がってこないってそういうことなんですね。だからこれ深みにはまるとさ、はい、もう気にしちゃってこういう時期だから、はい、なんかこう貧乏くじ引くような感じになっちゃうからな。ですよね。いやだからそれを避けるためにもやっぱ固定で行ってあげた方がいいなと思うけどね、うん、あと坂本選手は例えばスタメンで出てある程度点差ができたら守備固めということで交代させる、ね、っていうことですよね、まあ、それでもいいと思う、うん、あと浅野選手がなかなかちょっとね今勢いが止まったかなっていう中で10日 の、 あのカープ戦であのタイムリー打って、まあ、ここからまた上がってきそうな感じっていうのはどうですか。あ彼の運だな、うんうん、彼の持ってるポテンシャルっていうか、うん、俺は運に近いような気がするな。運を持ってるか持ってないか、うん、それが現れるっていうような気がする。技術云々とか勝負強さ云々よりもっていうこと。それはね技術では足りないことはたくさんある、うんね、で体力的にもやっぱ若いけどもまだまだプロとしての体力があるとは思えない、はい、そうなってくると俺は浅野が持ってる運だと思うんだよね、うん、どのぐらいの運を持ってるか、はい、それが一つに昨日のタイムリーに出たとかね火曜日のですね。そういうふうにこう積み上げていく、うん、どのぐらい積み上がるんだろうなっていう楽しみがある。俺の中ではああ9月はちょっとそれが楽しみな、うん、それはねもう技術とかそういうのはもう秋のキャンプに入って磨いていくとか、はい、そういうことなんだろうけども、まあ、やりながらも上手くなっていってる経験をいい経験としてね捉えてる、はい、だけどこの数字を求める、うん、であればどのぐらい打つんですかみたいな、はい、打てると思いますかって言うんだったら、うん、あえて俺は運っていう言葉を使いたいな。彼が持ってる運にかけるとか、かけるか、ああそうか。あとは打順なんですけれども、はい、火曜日の試合は坂本選手を2番に置いてきてとか吉川尚輝選手を動かして浅野選手も動いたりやりました。これ最終的な打順というのは動きながら最後まで戦っていくのか途中からもう固定になっていくのか、これはどうなんですかね。そうだな、まあ、安倍監督はもう丸、坂本、吉川、岡本って、まあ、上位をジグザグで組んだよね、効果はね、はい。いやだから一番のベストっていうのは一番巨人が勢いを持ってたっていう時はやっぱ丸1番吉川2番、うん、そうですよね、うん、で丸の状態良さを吉川がさらに拡大しててチャンスを広げていったっていうね、うん、まあ、このコンビが一番いいと思うけども坂本が入ることによってちょっと足が停滞するかなという。だから坂本は3番でもいいのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じはするけどね。2番ではなくて、2番ではなくてね、まあでもその時の状態、その時のピッチャーの相性、はい、まあ、そういうことを全部調べながら、うん、まあ、オーダーを組んでいくだろうしね、はい、だからそこら辺はもう任せておいた方がいいよ、
何がベストなのかっていうのは、うんうん、相手投手によってベストが決まるという、そういう考え方でいいんじゃないとなると、1と3と4だけは変えずにっていうことですかね。いいえ、まあ、1と4は変えないけど、3は変えますかね。変えると思うよ。ああ、変えますか。いろいろ変えるモンテスが入ってみたり、坂本が入ってみたり、また吉川が入ってみたりだとか、うん、それはちょっと流動的にしとくのかなっていう感じがするけど、うん、あとはキャッチャーなんですけれども、はい、戸郷投手は今年やっぱり途中からやっぱ大城選手を逆指名なので、そこ で菅野投手は小林選手でっていうこと決まってますけど、あと岸田選手をじゃあ他のピッチャーのところで全部起用していくのか、大城選手をじゃあその時はどうするのかとか、打線がちょっと欲しいっていう時にはとか、どうするんですか。だから欲を書くとさ、うん、まあ、大城がキャッチャーをやらない時はファーストしかできないよね、うん、そうしたら岡本がどこに入るのかとか、まあ、そういうことがあるんで、そうやな、俺は岡本はファーストだったらファーストで固定で使ってほしいよ、うん、でキャッチャーで出れなかった時の大城っていうのは代打に回った方がいいと思う、ベンチで、うんうん、やっぱ守備っていうことに関してもやっぱ大城っていうのは、まあ、一番その不安はあるよね、はい、まあ、岡本の方が絶対上だと思うし、うん、内野だからね、うん、いやだからそういうリスクを伴って守るんだったら、うん、俺は代打要員で置いといた方が相手は嫌だろうなと思って、ああ代打要員でベンチスタートっていうことですよ ね、まあ、ですよね。だからねそれはね全部が全部いいように取ろうと思っても、うん、なかなか難しいよ。そうですね、そこら辺はやっぱりある程度妥協して、うん、いやこんなことがあっちゃ困るとか、うん、ちゃんとしっかり計算の上で、まあ、大城であればファーストでのミスがやっぱ考えられる、うん、まあ、キャッチャーだからね、はい、でも岡本だったらもう大城よりは全然考えなくていいって、うん、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ大城はベンチに置いといてみたいな、キャッチャーの時頑張れみたいな、うん、まあ、そういう方が俺はいいと思うけど、変なリスクを取らない方がいいですね。俺はいいと思うし、うん、大城が入ることによって岡本のポジションが変わる、うん、で逆方向に行く、はい、もうそうしたらなんかちょっと違和感がまた残ったりだとか、うん、まあ、するケースもあるからね、はい、だからまあそこら辺はやっぱりよく考えてやんなきゃなんだな。そうですね、はい、まあ、僅差とはいえ今単独首位なので優勝にいるのに、はい、一番近いところにいるのがジャイアンツなんですけれども、ここからはじゃあ資格はなさそうですか、順調にいきそうですかね、このまま優勝まで順位下げずに。いやこれは分からんよこれはやっぱ俺は阪神を優勝って言ってる分だけ、うん、やっぱ阪神がトップに立って巨人が順位を落とす形じゃないと、うん、おかしくなっちゃう、成立しなくなりますね。そうそう、ということはじゃあ巨人は何で下がっていくことになるっていう資格がウィークポイントがあるならば、打てないとき打てないからな、うんうん、それはありますね、止まるときは。だからそういうときはなくしなきゃいけないんだけど、はい、まあ、そういうこともあったりだとか、うん、まあ、戸郷、菅野、はい、この2人は大丈夫だっていうふうに踏んだとしても、うん、あとの4人、うんうん、まあ、グリフィンであったり山崎伊織であったり井上、まあ、もう一人ライオンの横川が入るか赤星が入るか、はい、うん、あたまた別のね、うん、人間が入るかわからないけども、そこら辺の4枚っていうのはやっぱちょっと心配はある、ね、若干の不安はある、うん、残り試合数の対戦するチームからいくとおそらくベイスターズ戦を一番残してるんですよね、うん、まあ、カープはちょっと前半で消化するとしても、そうなってくると、まあ、ベイスターズとももちろん相性もありますし、で最終試合も10月の2日ベイスターズ戦が最終戦ということなので、まあ、そこら辺ももちろん相性はあって、どういう風になっていくのかっていうのもあるとは思うんですけれども、まあそうだな、 DeNA が仮によ、うん、もう4位確定しちゃったと、うん、そうなってくるとじゃあ誰を持ってくるかとか、まあ、そういうことがあるよね、はい、で東が最多勝があると、うん、こちら持ってくるのかな、多分最終戦持って、ね、こういうところに持ってきますよね、後ろに、うん、いやだからそれはね、まあ、相手の成績だとか、うん、それによって三段が変わるな。そうですね、今年は読めない、最後の最後まで読めないですね、そうなると。そうそうそう、だから順位ができるだけ早く決まらない方が、うん、今年の場合は戦いやすいかもね。そうですね、消化ゲームとかならない方が、そうそう、まあ、やっぱね、相手がね消化ゲームに入ったらしっちゃかめっちゃかしてくるから、そう
もう分からない、これなんでこんなの起用してくるのとか、いわゆる中日ヤクルトがどういう起用とかもありますね。うあもうあれだ、高橋宏とか投げてて、うん、19回3分の1投げ切って、うん、ゼロで、それは防御率が0点台に入るんだよ、はい、だからそこ狙わすために、ね、高橋宏と投げて、うん、え、小笠原のいきなり来ちゃったよみたいな、うんはいはい、それじゃ困るでしょ、やっぱちょっと厳しいですね、どういう戦い方なのよそうそうそうなってきます、ね、まあ、そうなってくる可能性があるから、はい、だからあんまり順位っていうのを決められない方がいいけどね、うん、本当そうですよね、戦うにはもう本当に戦いにくくなるから、うん、相手のモチベーションが全く違うっていう戦いってすごくやりにくいよな、はい、あの何をしてくるか分からないので、そうそうそう、相手は負けてもいいと思ってきてるわけだから、ちょっと嫌なんだよな、ですよね。まあね、巨人、まあ、今首位走ってますけれども、上位4チームどこが抜けてるっていう抜きポイントがないだけに、そうだ、分からない、決め手がないんだよな、決め手がないですし、なのでちょっと負ければすぐ下に落ちていく、でも勝って調子上がっていけばすぐ首位に行けるっていうのもまた強みではあるので、まあ、こっから連勝連敗、うん、まああったら困るな、いやもう連敗して、まあ、連勝してするチームは強いと思うよ、やっぱこの中で連勝していくチームって出てくるんですかね、阪神からあるとすれば、巨人とかなかなか難しいですかね、カーブ、まあ、例えば青柳が勝った、うん、村上が勝った、大竹が勝ったってなると、はい、また才木が勝つとか、あ、そうきますよね、そうなってくるから、うん、まあ、ビーズリーが勝つとかね、はい、だから阪神はそういうチャンスがあるかもわからないね、そうですね、ね、最後もしかすると本当に巨人と阪神一騎打ちっていう可能性ももちろんありますし、もちろんカープと DeNA もまだまだチャンスあるので、うん、その鍵を握るのは今、まあ、カープは大荒れだよ、まあ、全然もちろんありますよね、ただ DeNA はもう本当にここを踏ん張っとかないとなくなっちゃうからな、はい、そうですよね、 できれば巨人はこのまま首位を死守したままなんとか優勝に突き進みたいというところがあると思うんですけど、ね、なかなかね理想通りにはいかない、まあ、それはいかないよ今年1回も理想通りにいったチームはないでしょ、まだないですね、もう最後逃げ切って、いや9月理想通りに戦えたみたいな、はい、それの言葉だよね、きっとそうでしょうね、そうなると思う、はい、はい